富士山衛生センター夏山診療所とは、登山中の登山者や山岳観光地を訪れた観光客などが、怪我や病気に対する比較的簡単な治療、または救護措置、対処法の助言などを受けられるようにするため、山小屋やキャンプ場管理場、山岳観光地のバスターミナルなどに併設される診療所である、山岳診療所とも言う。その他、夏山臨時診療所、 夏山山岳診療所、夏季山岳診療所などの表記が見られる。その名の通り、開設期間は夏季のみであることが多い。夏山診療所の多くは北アルプスに集中しており、その他はわずかに南アルプスの北だけに一箇所、白山に一箇所と富士山にあるだけである。比較的大規模な山小屋に併設されている例が多いが、すべての夏山診療所が、 山小屋内に設置されているわけではなく、宿泊施設以外に併設されていたり、独立した建物に設置されたりしている例もある。交通機関の通わない場所に設置されている例が多いが、上高地、立山室等、富士山五合目は一般の交通機関が通じた場所にあり、これらは山小屋に併設されていない。上高地と草の診療所は、山小屋などの関係者は、 自動車で乗り入れ可能な場所である。また、富士山の核診療所は、物資輸送用のブルドーザーで近くまで乗り入れることができる。運営は、大学の医学部が、鉱山における病理の研究を名目に、研究施設の一環として設置する場合や、山の地元自治体の要請で、大学医学部、医学部付属病院などが設置する場合、医学部の産学部や OB 会の部活動の、 一環としてのボランティア活動である場合などがある。医学部の現役学生や卒業生の医師、大学付属病院の医師、看護師などの中で、アウトドアに興味のあるものを中心に、応募あるいは志願によって参加者が決められている。また、一般の医師や看護師のボランティア参加を募集しているところもある。参加期間は3日から10日くらいのサイクルを決めて、 期間が終了すると次の班に交代するところもあれば、それぞれの参加者の滞在可能な期間だけ滞在するところもある。参加者はボランティアのため、参加のための交通費などは基本的に自弁である。山小屋に併設されている診療所の場合、解説スペースなどは山小屋の協力を得ており、小屋の一室や別館などを無料で対応されることが多い。 診療所スタッフの宿泊費、食費は山小屋の協力により割り引かれているものの、これも基本的には参加者の自弁である。また、自治体の要請で設置されたところを中心に、地元自治体から補助金が出ているところもあるが、運営費用の一部を賄える程度の額であることが多い。大学の夏休みを利用したボランティアのため、 開設期間は夏休み期間中の7月20日頃から8月20日頃までとなるところが多いが、上高地診療所はバスターミナル前に位置し、登山者よりも観光客が多く利用することもあり、春から秋までの上高地にバスが通う期間はほとんど開設される。対処法の相談や投薬、点滴、包合、湿布、酸素吸入などの簡単な手当ができる体制と、 なっている医療行為は医師が駐在している時だけに限られるため、医師が不在の際は医学生により救護措置が行われる。医師は必ずしも常駐していない診療所も多く、夏山診療所で一般の診療所と同様の医療行為は一般的に期待できない。なお、健康保険証は使えないため自由診療となるが、ボランティアで 医療行為とは言えない程度の措置を無料で提供するところも多い。つまり、医薬品等の実費は100%の支払いで、救護措置は無料となることが多い。ただし、その場合も寄付を要請するところや、寄付を利用者の自由意思で受け付けるところもある。診療所を訪問して、治療や措置を受けるのが基本ではあるが、患者の症状が重篤な場合などは、近隣の山小屋や山のホテル、 あるいは動けなくなった人のために登山道まで往診をすることもある。北アルプス白馬岳の白馬山荘内に開設される昭和大学医学部白馬診療所北アルプススゴロク小屋に隣接する富山大学医学部スゴロク小屋診療所ありがとうございます。